hard way went a bit too far。 皆さん、マイドです。クロネコのおはぎです。今日はお父さんから動画に出演してくれと言われたんで頑張ります。早速やけど、めっちゃちっちゃいな。そもそもな、僕らは去年と9月にゴミ袋に捨てられてるのを拾ってもらって、てかさ、ひどない？ゴミ袋の中になんか毛布でも入れとけよ。恥ずかしい、僕これトイレしてるときやん。けどな、もう今は一人でもできんねんね。すごいやろ。まあ懐かしいな。寒いからな、みんな一緒にこうやってくっついて寝とって。今やったら怒られるんかな。めっちゃ密やで、これ3密やな。あ、けど空間はあんな。みんな体調には気をつけてや。どんな感じ？これな、一人でトイレできへんから教えてもらってんねん。実はな、僕な、4兄弟の中で3番目に早かってんね。すごいやろ。これな、ちまき姉ちゃんってお姉ちゃんで、もう今は一緒に住んでへんねんけれども、めっちゃ優しかってんで。今はな、おやつ食べすぎてあられより大きいらしいわ。あー懐かしい、これ僕の前の家行けてるやろ。なんかな、お父さんが3時間半かけてな、ダイソーで作った割には値段がなんか5000円ぐらいなんて、めっちゃ高いって言うとったやつやわ。見てこれ、ええ顔してるやろ。なあ、自分で言うのもなんやけれども、なかなか凛々しい可愛らしい顔してると思うねんな。あー次はどんな。あ、これ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 な、姉ちゃんの兄ちゃんが必死なんて網戸どもんです。懐かしいな。こうやってな、お母さんおられんかったからな、足をなお前側に突っ込んでね。僕わかる、色黒いからわかるやろ。手前からな、 2番目か。あれ、あーこれもかわいい。これな、意外と簡単そうに飲んでるけどな、飲むのって結構さすがいて難しいね。僕らもな、飲むの必死やから、飲ませてくれる方も研究して上手に飲ましてちょうだいな。わあ、かわいいな、これも。これは確か生まれてまだ1ヶ月も経ってへんのんちゃうかな。モンスターハンターっていうゲームのな、ナルガクルガに似てるっていうので、ツイッターで結構バズったこともあってね。なあ、耳がまだちっちゃいから、自分で言うのもなんやけども、まだ君は猫には見えへんな。まあ、けど動きはよち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 しててかわいいもんやわ。自分で見直してみるのもなかなかええもんやな。この動き、あーかわいい。そうそうそう、あんまりな、猫用のおもちゃ好きじゃなくて、このな、うちでおるな、お兄ちゃんとお姉ちゃんのな、おもちゃで遊ぶのがめっちゃ好きやんね。この人探検するのがな、楽しくて楽しくておもろいや。あ、抱っこされてるの。あ、なんか見てごらん、ミーの三角形になってきて、少し猫みたいな顔してきたな。見てこれ、垂れるがままお腹もポンポンや。日給ももともとあれ取ってんけれども、薬のおかげでこの頃には感知してるな。あー、この光景ももう今は見られへんで。まだまだヘリのところで4兄弟が遊んでんねんけれども、もう2兄弟は新しい里親さんの元に行ってるし、もし今僕らがこの上に乗ってもうたら、もうなんや、僕とあられでもいっぱいいっぱいやわ。ほら見て、みんな大好きチュール、僕見てほしいね。僕はトリエドライフード、そう、僕は猫にあるまじき、チュールがあんまり好きではないのだ。出た、うちのリトルモンスター。この頃はまだええねん、捕まり立ちしかしへんからな。向こうからあんまり攻撃されることもない、こっちがちょっかいかけることはあったけどな。今はもうそうはいかへんで、怖い怖い怖いもんやわ。まあ生まれてから4ヶ月ぐらい経って、兄弟もみんな新しい里親さんの元に行った頃には、僕自身も見た目も猫になってきたで。見てこの顔、ミリシキリッとクリクリのお目目。けどな、年末に猫風邪ひいてもうてな、なかなかこの右目の涙が治らへんかったんや。正直な、最近やで感知したん。これなんかな、うちの兄ちゃんが使ってるソロパンっていうなんかやつらしいねんけれども、
特にはこの橋のな、ヘリのな、この石の部分がどうも石船なカジカジする癖があったんや。お父さん的にはな、どうもこれで遊んでほしい絵を撮りたかったけども、そうはいかへんで、だって僕ら猫やもんな。この兄ちゃんがなかなかのリトルモンスターやねん。今はこれドラクエウォークかな、やってるからちょっとかけてこうへんけどな、もう起きるや否や僕らをおもちゃのようにな遊んでくれるんやで。見てこれ、ようわからんやろ、彼クリエイティブやからな。僕らは日向ぼっこを知るのに、その横でどうも僕らのマネを知るみたいやで。意味不明やわ。僕らも大きくなったらこんな人になっていくんやろうか。僕らの方がちっちゃいけども足たたむんは上手やなった。見てこれ、なんか乗せられてるで。なあ、これもリトルモンスターがやってんけどもめっちゃ笑っとったわ。どうこれおもろいと思う？僕の顔見てこれ、もうイヤリイヤリしゃあない。けどなんか頭の上乗せてかわいいかわいいでな、なんかこう形まで整えられてんねんで。なんだこれ、僕はこんなんはあまり好みじゃないで。誰がやったんやろ、寝てる間にされたからようわからへんわ。みんなこれ何かわかるか？最近僕も知ってんやけどな、お風呂いうやつやねん。これ面白いやろ、中に水が入っとってな、排水口っていう穴の中になヒルヒルヒルーとな流れていくねん。これをなあられと見るのがまあ面白いんや。自分の顔がな水に映ってんねんで、みんなにも見せたろか。あ、これもな最近僕がな発見した新しい家具やねん。白色でおしゃれやろ。さあこのな穴が開いとってな、風通しもまたええんや。これ今僕の一番のお気に入りの部屋やな。ただこのリトルモンスターがまだ邪魔するんや。昔に比べるともうさくらさっさと歩くもんやからな、叩いてきたりな、カゴをなひっくり返したりすることもあって、まあ昔みたいにのんびりできへんもんやわ。とはいえな、実は3階のな布団という部屋に行くとな、誰にも邪魔されへんようにこうやって寝ることができるんや。たまにお母さんが布団の洗濯で起こしてくるけどな。まあそんな感じで自分で見直してみても随分立派に大きくなったなと思うわ。特に僕はあられとかな、育っていった金時とかちまきに比べてもかなりマイペースよと言われてるわ。こんな風になつろりでバタバタさえても寝るのが大好き。まああられも寝てるけどな。なんかどうも僕のことを周りは猫と呼んでるみたいやけども、猫って一体何なんやろうか。まあこれからもまた僕の成長を見てください。ほなほな、またおおきに。
guess you fooled me once, but I ain't falling twice.